さすが、吉谷さんですね。なんか吉谷さんはこうやってやり取りしてるだけで、普通、広告しかほとんどの人ってデータ見れないですけども、私たちはパーソナルデータ、まさに自分自身のパーソナルデータから、こうやったトークを展開できるし、アイデアを拾うことができて、で、似たようなことやってるんで、お互い使えるところが多いですよね。で、なおかつこうやって公開してても、同じようなことできる人がほとんどいないし、そもそもやろうと思わないから、 誰も追いついてこないかなと、自然に参入障壁が高くなってるところがあって、あれいいですよね。で、プラス我々が広告をね、仮に回すとしたら、今まで広告なんてやったことないけども、広告をやるとしたら、どうなんですかね費用対効果むちゃくちゃ高いんじゃないですかこれ。うん。まだやってないですけどね。うん。すごいですね。で、ランボルギニーの件でしょなかなか面白い結果ですよねそれもね。私の場合もね、あの、アクセス数が高いものはあるんですけども、 例えば今年1年振り返ってみると生活保護とか給付金っってていうのはアクセスを安定的に取ってくれたんですよで、そこで知り合った方がいまだに即課塾の動画を見てくださったりとかなんかその新旧入れ替えみたいな感じでなんか今年ね即課塾に入ってくださった方っていうのは本当にね生活カツカツみたいな方があの、まあ、何人か入ってくれたみたいな感じで目立っていてねしかもその方たちがそのカツカツのところから、まあ、あのサラリーマンの副業をすっ飛ばしてね 毎月10万前後を稼ぐようになったったていうのはなかなか面白いことだなと生活に、まあ、ある程度不自由のない方で家族を抱えてらっしゃってちょっとこれじゃあ先行き不安だからプラス3万4万稼ぎたいなって人はちょっとね稼げないところにとどまっていて今日明日のお金がないっていう人が稼げるようになっちゃったみたいなところはちょっと興味深いなと思ったんですよねで今回の動画のテーマなんですけどもアベノマスク知ってますアベノマスクってまだね8,000万枚ぐらい余ってるらしいんですよでこの保管費が その1年でで億円ぐららいいかかるらしいんですよねで今のペースで欲しい人に無償配布していくと全部なくなるのに33年かかるらしいんですよだから岸田総理はあこれ天下の愚策だなってことで全部廃棄することに決めたんですよそりゃそうですよねもっといたら保管費がかかるわけですからもったいないじゃないですかでも私ちょっと思うんですよ裏の考え方なんですけどもこのアベノマスクの保管料毎年6億かかるとしたら ほとんど何もせずにその倉庫を管理運営している民間会社だと思いますけどそこは毎年6億円が33年分確保されてるってことですよねでも廃棄しちゃうとこの倉庫の会社ってのはまた倉庫に保管してくださるお客さんを集めないといけないってことでちょっとね民間に回るお金がその分減るっていう考え方もできるんですよで国会議員の方は文書交通滞在費をほか 国会議員の方お金もらいすぎだっていうね、そういった考えもあるんですけども、でも国会議員の方が手にしたお金って基本的に民間で使ってるわけですから、これ大きな意味で言うと財政失踪なんじゃないかなと思うんですよ。ですんで政治家の方がお金をあまり受け取らなくなるようになると、その受け取らなくなったお金っていうのが民間に回る金額も減ってきますから、結局はみんなで貧乏になるのかなと。だから国会議員の方に、 お金を与えすぎるのは良くないみたいなことがありますけども国会議員の方がお金足りなければ政治資金パーティーやったりとか裏金やったりとかますます悪くなると思うんでそれこそ使い切れないぐらい給料上げたら政治資金パーティーもなくなるしおかしな裏金もなくなってねあの広島の河合案里じゃないですけどもあの10万とか20万で簡単に買収されるようなこともなくなってくると思うのどうなんですかねだって国会議員の給料って誰かが払ってるわけじゃないですからね。 単なる国債発行ですからねいくら受け取っていただいても腹痛まないと思うんですけどもその中でアベノマスクっていうのがねあの無駄金を使ってるように見えますけども一体誰の無駄金なのかなと集めた税金をアベノマスクの保管料に使ってるっていことじゃないですからね、うん、そもそも税収っていうのが国家運営の原資になってるわけじゃないですから税収は税収で税金としての機能があって 国家運営の予算っていうのは国債発行によって賄えてるわけですからこれ実はね別々なんですよね一緒にしちゃうっていう考え方がもう完全におかしいと騙されていたってことなのかなと思いますけどねアフェノマスク本当に保管料は無駄なんでしょうかその年間6億円のお金っていうのが民間に回ってそれが民間経済を潤しているということだと思うんですけどもこの6億円が今後失われていくとなるとまあ少なからず 民間の活力が失われていくというふうな考え方もできるかなというのが私の考えです」い言ってらっしゃい。